必要なものは必要な時に必ずやってくるという考え方です足りないとかなくなるっていうことではないしある意味だから誰かが得したから自分を得しないとかっていうことではありませんはいこんにちはカウンセラーの山本恵美です今日はね「パイ」が無限にあるよというお話をしようと思って今日パイを準備したんですけど。 無限の π の法則というのを皆さんご存知でしょうかこれ知らない人もいるかもしれないので一応私これ自分で作ったんですけど一応 <laughs> ちょっと自慢して無限の π の法則っていうのは人生に対してねその自分が欲しいものを手に入れたいと思った時にそれが。 無限にはないと私たちは教わってきてるんですね。無限にはないと、なぜこのパイが無限にないかっていうと、このパイを、えっと、私たちは取り合うように学んできてます。このパイをね、みん、こう、一切れしか食べれないんだよって。だから、ちょっとでも大きくするために、いっぱい勉強した方がいいよとか、いい大学に入ればいっぱい食べれるよとか。でもね、他人もね、こう、星があるから、こう、そのパイ争いをしていかなきゃいけないんだよっていうのが、 いわゆる受験勉強とか会社のキャリアとかもそうなのかもしれないと思いますっていうかそういう考え方でやっていこうみたいな感じパイはだから1個しかないねでみんなで分け合わなきゃいけないだから誰かに、えっと、しわ寄せがいくみたいな感じの考え方ですねだから誰かが得したら自分は損するし自分が得しすぎちゃったら他人は損するんだよみたいなこのパイをどうやって大きく取っていくかとか いう感じかもしくはそのパイを大きくしようかって思う考え方もあるのかなでも基本はこのパイの取り合いをしてますなのでその全く違う考え方としてそのパイは無限にある無限にあるものだっていう考え方をするってそれがですね引き寄せの法則というこのエイブラハムとの対話という赤本だとすごい有名な話なんですよその パイが一人一個あるよと。一個っていうか無限にあるから、これ食べちゃったらまたもう一つ来る。ワンコウそばのように、どんどん来るんだよっていう話なんですね。で、それを信じて生きていくか、パイをこう足りない足りないって生きていくかで、人生は変わっていくよっていう形なんです。だから自分が食べちゃうとなくなっちゃうんじゃなくて、どんどんあるから、一人一個ずつパイはあるんです。私は あるし、あなたもあるし、あなたもあるし、でも、パイの種類とか形とかは多分違うと思うんですけど、誰かが得するとかそういうことでもないっていうことなんですね。だからみんなにあるんです、そのパイは。そのみんなにある無限のパイの考え方の一つに、必要なものは必要な時に必ずやってくるという考え方です。足りないとかなくなるっていうことではないし、ある意味、だから誰かが得したから自分を得しないとか、 っていうことでもありません。で、この考え方をね、思うときに、すごく大切なことに、インナーチャイルドの中にもこの考え方があって、例えば、親のパイと自分のパイを一緒にしている方とかもいます。そ,そのパイを家族の中で取り合っている方。だから、自分の娘が成功すると、実はちょっと不,不愉快。 とかもしくはお母さんが幸せにしてるとなんか自分以外のものに取られてしまったみたいな方もいます。でこのパイの法則の一番使えるなって思うところは人に対してとか嫉妬したりとか羨ましいって思った時にそれって自分には来ないからなんですよね。 で、兄弟とかいた方って、男の兄弟とかいた方とか、特にそうなんですけど、お兄ちゃんはありなのに妹はなしとか、お姉ちゃんなんだから我慢しなさいとかでですね、その、自分にはもうパイが回ってこない。あなたは後でねって言われて回ってこないっていうことを、ちっちゃい頃に経験してしまってます。それは、 自分の力が及ばない時です、特に。自分が何かをかできないと思っている。だから、どんどん、えっと、そのパイが足りないから、そしてやっても無駄だからということで、無気力とか、あと、無駄だなっていう感じで頑張れなくなるんですね。で、ネガティブな感情っていうのは、パイが足りないって思った時にネガティブになります。例えば、受験で失敗した時とかもそうだと思います。キャリアでうまくいかなかった時って、やっぱりこう、少ない 人数の人、その中に入らないと私は幸せになれないんだとかっていう形で、すぐにパイの取り合いをしているっていう形になりますね。なので、このパイはね、あなたにも1個あるから、好きなだけ食べてもいいよっていうことなんです。どうしてじゃあ食べれないのかっていうとね、それがまた面白いことで、他人が、親が、例えばね、あなたは才能がないんだよ。 だから、勉強いっぱいして頑張んないとうまくいかないよ、とか、あなたってこういう性格だからダメよ、とか、うん、うん、なんかね、こう、心配して言ってくれると思うんですけど、親の世代とかってパイが足りないんですよ、常に。だから、何か一生懸命頑張らなければいけない。だから、自分が自分のありのままで姿でいることは、パイが必ず足りなくなるということになるんですね。 それをね、信じないっていうのが他人との境界線だと思います。親の言ってることを信じない。なぜならパイはあるから。ね、ここにあるから。なんですよ。その、自分のパイは必ず自分にあるっていうことを、最初信じるのは難しいかもしれないんです。<laughs> でも私はあるけど、今日は。信じるのは難しいかもしれないんだけれども、あのね、そういう考え方も世の中にはあるんだなっていうような形で、常に奪わないって、 もしかして全員に回ってくる、順番が回ってくる。例えば、その、会社の昇給とかも聞いたんですけど、10%の人しか A にならなくて昇給しないと。でも、もしかしたら会社がね、全部すごくうまくいって、みんな昇給するっていうようなシステムになっちゃったら、自分はどうなんだろうなっていう、そういう風になることってないのかなっていうことをちょっと疑ってみるっていうか。 すでにそういうふうにその会社にはリソースが少ないんだって思うんではなくてもしかしたらみんなに回ってくるとしたらとかそれ以外にもいろいろそういう場面があると思うんです。でそれはねね自分が、ね、あの行動というものを使ってやっててやいいいいくしかなとと思います、はい、ということで今日は「パイみんなにあるよ」という話をしました明日は「パイがみんなにある時に子育てはどうすればいいのか」という話をしていきたいと思います。今日もごご視聴ありがとうございました